中本俊介です。34です。兵庫県の神戸市、主に抽象画で、あとはインスタレーションとか作ってます。こだわり色味ですね。自分の中にいるちっちゃな本当の自分みたいな感じ。マスクがすごい苦手だったけど、マスクがないとちょっと気持ち悪くなってきました最近。絵を売り買いしたいのと、まあ賞とか取れたら嬉しいな。すごいいい場所に展示させてもらえたので、景色と一緒に楽しんでもらえたらありがたいです。梶山美希です。35歳です。兵庫県の西宮です。主にアクリルを使った視覚の変動を360度見ることのできる作品を制作しています。作品の視覚をいろんな方向から見ることのできる視覚の変動、2次元と3次元の融合などを用いた作品をこだわりながら作っています。生きることです。なぜか展覧会が増えて嬉しいです。いろんなアートを作っていろんな人に会うことです。すごいお気に入りの作品を持ってきたので、いろんな方に見ていただきたいです。藤森大輝と申します。32歳です。神戸に住んでおります。顔料インクのペンを使って、ペン画や細密画を制作しております。ペンの線っていうのを言葉と捉えて、で、透明水彩や墨のにじみっていうのを感覚と捉えて、伝えたいことを伝えるための、制作をしております。伝えるための手段です。そうですね、その制作形態とかそのものが変わったわけではないですけども、その世間の風潮等を受けて、思うところとか考えることとかが、変わったっていうところがあるかと思います。もう少し自分の中で本質的なものを見つめて、今後はもう少し大きい作品にも取り組んでいきたいなと考えております。奈良での展示っていうのがあまりない機会ですので、まあ、これを機会に、今後のことにもつながっていけばいいなと考えております。よろしくお願いします。鈴木真也子と言います。年齢は35歳です。大阪市の都市部に住んでます。絵画、立体オブジェ、版画、文芸、いろいろやっています。色味と形ですかね。本のなくてはならないもの、展示ができる、出展する、機会はいただけるということに、今まで以上に感謝するようになりました。自分のアトリエを構えて、でよりスムーズに国内外問わずいろいろなところで活動の幅を広げていきたいと思ってます。今日初めて学園前の駅で降りてここまで歩いてきたんですけど、街の中にたくさん芸術祭の上りが立っていて、こう盛り上がってきてるなっていうのを感じて、またこの奈良のこの山に近いエリアの風土も面白いなと思うので、あちこち回って体験しながら自分の作品も宣伝したいなと思います。藪内舞と申します。大阪の高槻に住んでいます。アクリル絵の具を使って抽象画を描いたり、インスタレーションの作品を作ったりしています。こう距離というものをずっとこうテーマにしているので、それを
出せるような作品を作りたいと思っています。新しい気づきをもたらしてくれるものです。生活のリズムがこうすごく朝早く起きるようになりました。公募展とかに応募していきたいなというのと、あとの子どもたちと一緒にワークショップとかをもっとやってみたいなと思っています。奈良での展示は初めてなので、初めて奈良でっていうことと、あと来年また同じ展示 で出せるように頑張っていきたいです。赤松かなです。30歳です。奈良県です。絵画です。いつ筆を置くか、いつまで描くかです。生活すること、生きることそのものです。農業をしてるんですけど、農業は何も変わっていないんですが、人と関わることはガラッと全部変わりましたね。生きることとのバランス、絵を描き続けて、どうやって描き続けていくかです。地元でもあるので、いろんな人に見てもらいたいなと思っています。高松武史です。23歳です。大阪の南の方です。鉄の、立体造形してます。軽く印象付けるような鉄の錆で色付けているような作品群が魅力だと思います。明るいものといいますかね、はい、体重がすごく変わりました。海外でも活躍していきたいと考えますし、国内でもやはり大きなところには並んでいきたいなと考えます。数少ない立体で出させてもらうことになったので、バシッといいものを並べて、印象に残していきたいなと思います。顔文字キノコと申します。34歳です。京都になります。キャンバスや紙を中心に絵画を制作しています。いた人に、そこにいたいなと感じてもらえるような作品にしたいと思っています。そうですね、居場所です。マスクになれました。会社員をしながらアーティストをしているんですけれども、そういうふうに、何かをやりながらでも作家活動であったり、あるいはやりたいことを続けられるっていうことを、証明したいと思います。見る人にぜひ楽しんでいただけるような展示をしたいと思います。よろしくお願いします。穂波梅太郎で28歳です。大阪府に住んでおります。アクリル絵の具を使用した平面作品や、MDF ボードに、アクリル画を描いてレジンでコーティングしたような作品を作成しております。自分が見た景色とか読んだ本とか自分が感じたものを絵の中に反映できるように意識して作成しております。今まで会ったことない人とつながるためのツールだと思ってます。コロナ前に仕事を辞めて作品制作に専念しているので、こう家の中でじっくり自分の考えを整理できる期間になりました。会ったことない人とつながれるアートっていうツールを利用していろんな人と出会う機会を設けていきたいと思ってます。いろんな方に作品を見ていただきたいと思っております。中橋妙子です。29歳です。今は京都に住んでいます。
自身で制作した絵画を中心にインスタレーションをしています。配置をやっぱりこだわっています。新しい世界を見せてくれる表現だと思っているので、すごくいつも期待して見ています。生活リズムが大きく変わって、あとは表現者として次の時代に何を求められているのかなっていうのをよく考えるようになりました。自分の表現を、極めつつ新たな発表の場所を探していきたいと思っています。展示場所がいろいろあって、たくさんの作品が見れるので、その中で自分の作品がどのように見られるのかっていう期待と、なんか新しい方との出会いを、はい、期待しています。大野彩香です。34歳です。神戸です。なんか別世界とのつながりを感じるようなものを作っています。いかに自分がなくなっているかです。別世界を感じる窓です。よりあったかいとこで住みたいなって思いました。デジタルが使えるようになりたいです。頑張ります。クリスティン・フレンツ・サト、65歳です。生駒市の山の方です。墨と色で和紙の上で和紙で絵を描いてます。そうですね、墨の特徴、例えばにじみ、透明感、濃淡を生かしたいと思います。息ができること、今まで当たり前のことが当たり前ではないと分かってきて、人生が壊れやすいと分かりました。墨芸術の中で現代アートとして追求してます。奈良のたくさんの人に見ていただきたいと思います。ゆうたんです。42歳です。住んでるのは姫路です。お寺で廃棄されてしまうろうそくのろうを主にこう使って制作しています。表面的なもの作品より、こう内側から何かご自身が見てくださる方が感じるっていうものを大切にして作っています。生きる喜びを表現してます。その樹脂と蝋の使った作品っていうのが生まれました。それまで違ってたんで、はい、世界中で楽しくアートを表現したいなって思ってます。楽しんで皆さんとしたいなと思っています。三輪一子と申します。45歳です。大阪に住んでます。作品は主に立体造形、樹脂を使った立体造形のインスタレーションの作品を作っております。世界観は、ちょっと自然へのこう畏怖の念と美しいなと思う、こう心と両方、恐怖と両方をこうイメージしてます。でこだわりは、触れる作品っていうのを一応こだわって作ってます。アートとは難しい表現方法の一つです。自身が大阪でギャラリーを運営しているので、アートの見せ方とかいうものがだいぶ変わってきましたね。はい、自分が追い求めている作品を作り続けることですね。皆さん素晴らしい作品が集まっているので、負けないように展示続けたいと思います。
古谷美香です。31歳です。大阪です。トイレのマークをモチーフに平面と立体の作品を制作しています。人をモチーフにすることが多いんですけれども、多面的な角度で人を描くようにしています。生きる上で必要なものになります。はい、生と死っていうのを意識するようになって、それが今の作品に対しても色彩として現れていると思います。もう作品を描き続けて発表し続けることです。もう皆さん結構素晴らしい作品数々ありますので、恐縮なんですけど楽しんでいきたいと思います。松村大地です。19歳です。大阪府の摂津市です。一枚の紙から切り抜いて作る切り絵作品を制作しています。ドローイングの線をそのまま切り抜くということをやってるんですけど、その線を自己の表出と捉えて、それを全て救い出すことを心がけています。追求するものでもありますし、合わせて研究していかなければならない課題として捉えています。離散とか死別といった離れていくということと隔たりということについてよく考えることが多くなりました。自分の表現としての切り絵を作っていきたい。切り絵としての切り絵ではなく、表現としての切り絵を考えていきたいと思っています。この記念館を制覇したいと思います。佐々木美希と申します。年齢は28歳になります。は神奈川県になります。主に写真を使った方法詩と呼ばれる詩の制作を行っております。いろんな他者の意見を集めて、自分の意思だけでは作らないという特徴があります。2つあって、1つは、他者との距離を測る方法で、もう1つは他者を理解するための方法。もともとすごく考えがちなんですけど、もっと考えるようになりました。よりいろんな地域や場所、人数、多くの人の意見を聞いて作品に反映していきたいなと思っています。受賞するぞ。中橋義行、57歳です。大阪ですね。最近は主にこう鉄の鋼材を切って、まあ、それをこう組み合わせてこう構成する作品が今主体で作ってますね。作品とちょっと空間が調和するような空間ができればいいかなと思って、まあ、そういうところに気をつけて進めてますね。いろんな作品見たり自分で作って、まあ、本当にアートって何かっていうのをまあ考えながらこう制作してるみたいな、まあ、いつまでたってもうちょっとわからない疑問ですね。展示する機会少なくなりましたので、なんか改めてこう考える時間が増えた分、こう実際やってることが本当に大事なことって、作品を作るにあたって大事なことは何なのかってすごくこう考え込んで、こうちょっと止まってしまってるところとかってありますね。もうちょっと地道にも半歩ずつでもこう張ってても進むみたいな、そんな形ですね。ぜひちょっと作品ね見てもらって、まあいろいろこう感じてもらったらなと思ってますね。下野雄二と申します。36歳です。千葉市に住んでいます。鉄サビを使った作品を制作しています。鉄サビの美しさや
神秘的なことになるように作品を制作しています。生きるために必要なものです。作品に対して社会問題を取り入れて作品を制作したいなと思うようになりました。学園前ファーテスタへに頑張って制作展示をしたいと思っています。よろしくお願いします。